はい、こんにちは。株式会社スピーチジャパンの三橋です。ですね、今日はですね、ビジネスの、もしね、私がビジネスを一から始めるとしたら何をやるかというちょっとね、実は先日セミナーで質問を受けたので、ちょっとその話をしてみたいというふうに思います。ゼロベース、まあ、今私法人化してね、この起業して4年経つわけですけれども、もし今ねゼロベースでビジネスを始めるなら何をしますかということだったんですね。で、もちろんね、僕は元アナウンサーっていうことはあるんですけど、じゃあそのキャリアを逆に使わないで本当のゼロベースで、やるなら何かっていう話をしたいんですけれども、これ私ね、以前メールマガジンにも書いたことがあるんですけれども、ビジネスの基本って今ね、4年やってみていろいろ勉強になって、まだまだ勉強中なんですけれども、一個気づくのが当たり前のことなんですけど、安く仕入れて高く売るっていうことなんですよね。安く仕入れて高く売る、まあこれね、聞けば当たり前じゃないかと思うんですけれども、こういうビジネスをやってる限り絶対にまあ倒産ってしないわけですよね。やっぱり起業っていうのは、まあ、永続的にね、ずっとずっと1年2年3年って続けなきゃいけないんで、この安く仕入れて高く売るっていうことができるかどうかっていうことが非常に大事なわけです。なので私は、まあ、スピーチのトレーニングを売ってるわけですけど、まあ、安くっていうか、まあ、ほとんどね、まあ、私の身一つでできるので、まあ、そういう意味で私の労働以外、まあ、原価はかからないので、まあ、そういう意味じゃ原価率が低くて、まあ、利益率が高いっていうことになるんですよね。で、じゃあ私がアナウンサーじゃなくて、ゼロベースでやるなら何だろうと思ったらですね、いろいろいろんなね、経営者の方とか、まあ、起業家の方とか、まあ、副業とか、いろんなね、僕のところに情報入ってくるんですけど、最近やっぱ一番いいなと思うのは、オークションなんですよね。ヤフーでオークションすること。ヤフオクですね。まあ、あなたもひょっとしたらヤフオク体験したことあるかもしれないんですが、これ、非常に、ビジネスの原理原則が詰まっているんですよね。例えば、まあ、あなたが今ね、まあ、着なくなった洋服をヤフオクで出品する、そして誰かが買うっていう行為ってできると思うんですよ。ただこれ言うのは簡単なんですけど、意外とですね、いろんな要素があって、例えば綺麗に写真を撮ってそれをアップして、そこにじゃあどういうタイトルをつけて、でどういう説明をして、でじゃあ入金って、銀行だけじゃなくてゆうちょもやった方がいいなとかね、まあ、いろんな銀行口座があるないとか、で送料どうするんだ、じゃああとは売れた後はどういうやり取りをして、で、自分でね、名前を聞いて、振り込み先がどうとかっていうやり取りをして、で発送して評価をもらって、かなりですね、まあ一個のね、古着を T シャツを例えば、出品するだけでも相当ビジネスの原理原則とか、まあいろんなね要素が詰まっているのが僕ヤフオクだと思うので、ぜひね、まあまだ例えばあなたが独立する前、ビジネスをやる前だったら、ヤフーオークションで、まあ手持ちの何でもいいです。ちょっと不要になったものでもいいので、安くね、出品するっていうところから始めてみてはどうかなというふうに思います。本当にビジネスの基本がね、学べるというか、もう実体験で、まあこれ自体がビジネスだと思うので、このヤフーオークションをやるということを、ぜひね、やったことない人、すでにビジネスやってる方でも、非常に学びがあります。本当にお金の管理とか、値付けとかね、本当に勉強になるので、ぜひあなたもヤフーオークションチャレンジしてみてはいかがでしょうか。ということでね、私のこういった動画は常にビジネス情報、あとはまあ最新のね、例えばデジタルグッズとか、それからビジネスの情報、まあ、最新の情報なんかも随時お届けしてまいりますので、ぜひね、ここのあたりにチャンネル登録というボタンがあるのでしていただきたいですし、あとはね、私の90分で、上がり症を克服するというようなね、無料の動画セミナーも登録できるようになってますので、ぜひこのあたりね、出てると思うのでクリックしてみてはいかがでしょうか。ぜひよろしくお願いします。ということで、今日の動画は以上になります。スピーチジャパンの三橋でした。